調査兵団に追い詰められたライナーだったが、ジークと四足方向型の巨人により際どいところで窮地を脱する。ライナー、お前は運が良かったね。その後ライナーたちはシガンシナクを離れてウォールマリア壁外を南へと向かった。この島の果てにある海岸を目指して。帰るぞライナー、俺たちはこのまま海岸に向かう。と言いたいところだが、もう少しばかり戦わないといけないようだ。道中をうろうろしてる巨人まで向こうに連れ帰るわけにもいかないだろう。俺たちは3人、しかも手負いだ。切り抜けられるか。おい待てよライナー、今下手に一人で動いても死ぬだけだぜ。あれは拠点か。かなり古いが、調査兵団は壁外のこんな場所まで来てたのか。とにかく向かうだけ向かってみるか。何か補給物資が残ってるかもしれん。巨人が嫌がるな。まずは奴をどうにかしねえと。いたか、巨人の群れか。やっぱりそう簡単には返してくれないみたいだね。ガーデス後ろめす。ほら、で、どうだったライナー、このパラディ島で過ごした日々は。まるで地獄でした。本当にクソみたいな毎日だった。ま、お疲れさん。ほら刃ぶち込む。片付いた片付いた。さて移動を再開しようか。あぶねえ、随分と年季が入ってたみてえだな。だが物資の中には使えるもんもあった。探せば同じような拠点があるかもしれん。こいつを活用しない手はないな。ここにも巨人が嫌がるのか。慎重に行かねえと。ここで決める。次から次へと。巨人の皆さんも頑張るね。ここで決める。ジーク選手、兄とベルトルトはもう助けられないんでしょうか。今それを気にする余裕はないだろう。俺たちは鎧まで失うわけにはいかないんだから。すみません、戦いに集中します。片付いた片付いた。さて移動を再開しようか。俺がないと。こ
ここまで来れば合流地点は目の前だ。あとは迎えの船を待つだけだが。巨人発見、接近してきます。戦士を迎え撃ちましょう。だな。巨人を連れて合流するわけにもいかないし、ここで倒しておかないとな。一旦三手に分かれようか。それぞれ巨人を迎え撃つぞ。捕まってるだけならまだいい。だが最悪の場合、いや、考えても仕方ない。ここで決める。しかし、さっきは散々な目にあった。あの男、カーマン一族なのか。それじゃ、ひと休みと行こうぜ。いや、まだ終わってなかったか。これまた厄介そうな巨人どもがいるじゃないの。さっきの巨人たちより手強いだろう。二人とも、気を引き締めていくぞ。敵は三体。一人一体片付ければ済むってことだな。後ろめす。さすがはジーク選手。あの人はやっぱり特別なんだ。
と2体だ。踏ん張れよ2人とも。近くに巨人がいるようだな。とにかくまずは奴を片付けねえと。ほら刃ぶち込む。これが何だ。ほら刃ぶち込む。ぶちのめす。残るは1体だ。ここが正念場だぞ。倒しても倒してもキリがないな。もう十分だろ。帰るぞライナー。逃げ切れましたかのようだな。さて帰るとしようか。我らが故郷へ。